ベータエンドルフィンは、中枢神経系と末梢神経系の双方の神経細胞で、産生される、内縁性オピオイド神経、ペプチド、ペプチドホルモンである。アルファエンドルフィン、ガンマエンドルフィンと共に、人で産生される三つのエンドルフィンのうちの一つである。アミノ酸配列は、ティールグライグライフェメット THR、セールクルーリッセール GLN、 t h r p r o イバル t h r l a フェリス a s n l a イルイルリス、a s n l a ティルリスリスグライクルーである。最初の16アミノ酸は α、α ファエンドルフィンと同一である。β エンドルフィンは、ナは、内因性オーピオイドであり、エンドルフィンに分類される神経ペプチドである。実証されている、内因性オーピオイドペプチドはすべて同じ N 末端の、 アミノ酸配列ールぐらいぐらいフェを持ち、メット、またはレイのいずれかが続く。ベータエンドルフィンの機能は空腹、スリル、疼痛、母性、性行動、報酬系と関係していることが知られている。最高技では、ベータエンドルフィンは主にストレスを低下させ、向上性を維持するために体内で利用される。行動研究では、ベータエンドルフィンは様々な刺激、 特に新規刺激に反応して、拡散性伝達によって、脳質経営放出されることが示されている。β エンドルフィンは、死傷株や脳下垂体の神経細胞に存在する。β エンドルフィンは、β リポトロピンに由来し、β リポトロピンは、脳下垂体において、より大きなペプチド栓具体であるプロオピオメラノコルチンから産生される。ポンシーは2つの神経ペプチド、 副腎皮質刺激ホルモンと、ベータリポトロピンへと切断される。その後、ベータリポトロピンの C 末端領域の切断の結果、31アミノ酸腸でアルファーヘリックスの二次構造を持つ、ベータエンドルフィンが形成される。ポンシーは、プロタンパク質コンベルターゼと呼ばれる酵素による、細胞内でのプロセッシングにより、メラニン細胞刺激ホルモンなど他のペプチドホルモンの潜具体にもなる。 ベータエンドルフィンと他の内縁性オピオイドとの際となる重要な因子は、ミューオピオイド受容体に対する高いアフィニティと効果の持続性である。ベータエンドルフィンの二次構造による、タンパク質分解酵素に対する抵抗性はその一因となっている。この模式図では、ポンシーからのベータエンドルフィンの形成が示されている。この遺伝子の2番目と3番目のエクソンが、ポンシータンパク質を構成する。 このタンパク質の C 末端の切断によって、β リポトロピンが産生され、その後さらに切断されることで、β エンドルフィンが形成される。ポンシータンパク質は、副腎皮質刺激ホルモンなど、他の神経ペプチドやホルモンの線具体でもある。β エンドルフィンの機能は、局所的機能と全身機能の2つの主要なカテゴリーに分類される。ベータエンドルフィンの全身機能は、 体のストレスの低下と向上性の維持に関連しており、疼痛管理、報酬効果、行動の安定などをもたらす。β エンドルフィンは、脊髄の脳脊髄液を介して、体の様々な部分に拡散するため、β エンドルフィンの放出は、末梢神経系にも影響を与える。β エンドルフィンの局所的機能は、扁桃体や床下部などの様々な脳領域で、 ベータエンドルフィンの放出をもたらす。ベータエンドルフィンが体内で利用される二つの主要な方法は抹消ホルモン作用と神経調節である。ベータエンドルフィンや他のエンケファリンはホルモン系の機能の調節のためにアクスとともに放出されることが多い。ベータエンドルフィンによる神経調節は他の神経ペプチドの機能の阻害によって行われ、神経ペプチドの放出を 直接的な阻害や神経ペプチドの作用を低下させるシグナル、伝達カスケードの誘導が行われる。ベータエンドルフィンはオピオイド受容体のアゴニストであり、ミューオピオイド受容体に選択的に結合する。ミューオピオイド受容体の主要な内因性理ガンドであることが示唆されており、アヘンから抽出された化学物質が鎮痛作用を発揮するのも、この受容体を介してである。 ベータエンドルフィンは、ミューオピオイド受容体に対する、内因性オピオイドの中で最も高い、結合親和性を示す。オピオイド受容体は、G タンパク質強薬受容体の一種であり、ベータエンドルフィンや他のオピオイドが結合すると、細胞内のシグナル伝達カスケードが誘導される。しかし、ベータエンドルフィンの N 末端のアセチル化は、神経ペプチドを不活性化し、 受容体への結合を妨げる。オピオイド受容体は、中枢神経系全体と神経、非神経由来の抹消組織に分布している。水道周囲開発室、青半角、粉側円水腹内側部に高濃度で存在する。電位依存性カルシウムチャンネルは、神経細胞の脱分局を媒介する重要な膜タンパク質であり、神経伝達物質の放出に、 大きな役割を果たす。エンドルフィン分子がオピオイド受容体に結合すると G タンパク質は活性化されて Gα と g β ガンマサブユニットへと乖離する。g β ガンマサブユニットは VDCC の2つの膜貫通ヘリックスの間の細胞内ループに結合し、チャンネルを阻害して神経細胞へのカルシウムイオンの流入を妨げる。細胞膜には G タンパク質強薬内無寄生流カリウムチャネルも埋め込まれており、チャネルの C 末端に Gβγ または GαGTP が結合することで活性化されて神経細胞からカリウムイオンが排出される。カリウムチャネルの活性化とその後のカルシウムチャネルの不活性化によって細胞膜の過分極が引き起こされる。神経伝達物質の放出が起こるためには、 カルシウムイオンの必要不可欠であるため、カルシウムイオンの減少は神経伝達物質の低下を引き起こす。このことは、グルタミン酸やサブスタンス P などの神経伝達物質を神経細胞のシナプス毎週末から放出することができなくなることを意味している。これらの神経伝達物質は痛覚の伝達に重要であり、ベータエンドルフィンはこうした物質の放出を減少させることで、 強い鎮痛作用を示す。β エンドルフィンは主に侵害需要への影響が研究されている。β エンドルフィンは中枢神経系と末梢神経系の双方で痛覚を調節する。痛みが知覚された際には、痛みの受容体は脊髄の広角にシグナルを送り、シグナルは サブスタンス P と呼ばれる神経ペプチドの放出を、介して、脳下垂体へ送られる。抹消神経系では、このシグナルは、痛みが知覚された部位へ、免疫系の白血球細胞である T 細胞をリクルートする。T 細胞は、局所的に β エンドルフィンを放出し、オピオイド受容体への欠乏を介して、サブスタンス P の放出を直接阻害する。中枢神経系では、 ベータエンドルフィンは、広角のオピオイド受容体に結合して、脊髄でのサブスタンス P の放出を阻害し、脳へ送られる、興奮性の通覚シグナルの数を減少させる。脳下水体は、水道周囲開発室のネットワークを介して、ベータエンドルフィンを放出することで、通覚シグナルに応答し、主にドーパミンの放出を阻害する神経、伝達物質であるギャバの放出を阻害する作用を、示す。 ベータエンドルフィンによるギャバの阻害は、ドーパミンの放出を高め、ベータエンドルフィンの鎮痛作用に部分的に寄与する。これらの経路の組み合わせによって、痛みの知覚は低下し、体は送っていた痛み刺激を停止する。ベータエンドルフィンの鎮痛効果は、モルヒネのおよそ18倍から33倍であるが、そのホルモンとしての効果は種によって異なる。運動への応答として、 ベータエンドルフィンが放出される現象は、遅くとも1980年代から知られ、研究されてきた。研究により、血清中の内因性オピオイド、特にベータエンドルフィンとベータリポトロピンの濃度は、急な運動の後にも、長期運動の後にも上昇していることが示された。運動中のベータエンドルフィンの放出は、一般に、ランナーズ肺として知られる現象と関係している。 ベータエンドルフィンは CHLI とデビット・チョンによってラクダの脳下垂体の抽出物から発見された。ベータエンドルフィンの一時構造はその10年前に LI らが脳下垂体で産生される他の神経ペプチドであるリポトロピンの配列の解析の際に相当は知らず決定されていた。彼らはリポトロピンの C 末端領域がいくつかのエンケファリンと 類似していることに気づき、これらの神経ペプチドと同様の機能を持っている可能性を示唆した。そして、リポトロピンの C 末端の配列は、ベータエンドルフィンの配列であることが判明した。ありがとうございます。